ヘンリー・ジョージ・ジョージ主義とは、アメリカの政治経済学者、ヘンリー・ジョージにちなんで名付けられた、経済学及び、哲学説の一、土地利順分配を柱とする思想であることから、地高主義とも。私的所有の概念をベースにしながらも、自然物分けても土地に限っては、人類全体の共有財産とする点に特徴がある。地下に対する単一税の負荷で名高く、 同説の支持者は、地下税が、経済における、効率性や公平性を達成する上で優れており、導入された暁には、効率性や公平性を欠く、他の税を減らせるほど十分な税収を確保できると、述べている。ヘンリー・ジョージは、時代を私的に所有するよりも、社会全体に等しく分配すべきとの主張で最も、知られており、こうした彼の見解を従前に示したものが、次長。 進歩と貧困である。ただ、時代の社会的共有を実行に移すとすれば、一旦土地を国有化した上で賃貸しすることが考えられるが、ジョージは土地所有権がすでに個々人の手に委ねられている国においては混乱を招きかねないとして地下税を好んだ。この地下税という単一税からの収入があれば、国府の増大の他年金なり、 ベーシック、インカムとして国民への富の再分配が図られ、国府が増大すればやがては、いかなる形態の税をも廃絶しうると説いた。なお、公立の地下税が導入されると、それにこうして地価が下落する恐れがあるものの、ジョージは、土地所有者への保障を視野に入れておらず、かつての奴隷所有者と同様の対応を取ることを主張した。ジョージズムの支持者は、 天然資源から得られる所得や自然独占からの法外な報酬は特定の個人よりはむしろ共同体のものとすべきで地下税以外の税や経済的規制を課してはならないとも主張した。実際他のあらゆる税を廃止しようとすれば当然のことながら効率の地下税を設定しなければならず地下も下落を余儀なくされる。こうした点についてアダム・スミスは辞書 国と未論の中で時代に変化はないだろうとして次のように述べている。敷地時代は家賃よりもさらに一層適切な課税対象である。敷地時代に税をかけても家賃が高くなることはないであろう。それは全額敷地時代の受け取りある時から彼はいつも一個の独占者として振る舞い自分の敷地を使わせる代わりに取れる限りの高い時代を取り立てるものだにかかるだろう。 敷地を使わせる代わりに取れるものが多いか少ないかは、競争者たちがたまたま飛んでいるか貧しいか、つまり、彼らがある特定の地面に対する気まぐれな好みを満足させるために出せる費用が大きいか小さいかによるのである。どこの国でも金持ちの競争者の最大多数は首都に住んでおり、そこは常に敷地時代の最高を示している。敷地時代に税がかかるからといって、 どう考えても、これらの競争者の富が増えるわけはないのだから、彼らが敷地を使うためにもっと支払おうという気になることは、おそらくあるまい。この税が、居住者にとって前払いされるべきか、敷地の所有者によって前払いされるべきかは、大して重要な問題ではなかろう。居住者が支払わざるを得ない、この税が多ければ多いほど、彼は敷地に対しては、 それだけ少ししか支払おうとしないのであり、そこで、この税の終極的な支払いは、すべて敷地時代の受取主の負担になるだろうからである。アダム・スミス、大河内和岡に役、国富論四中央公論新社、2010年1月、P154 から155主流派経済学の、理論では、地下税が、 他の税とは異なり極端に効率が良く、生産性を損ねるものでもないとされ、1976年にノーベル経済学賞を受賞したミルトン・フリードマンも、ジョージの掲げる地下税が、経済に対する過度の負担を生むことがないとしている。また、他のより不公正な税を地下税に置き換えることで、経済構成の改善が図られ、同税が富にかかるものである以上、 格差是正にも役立つとの指摘がある。現代の環境主義者も地球を人類の共有財産とする立場から環境税を支持する者が少なからずおり、公害などを防ぐ手立てとして地下税に賛意を示すこともある。常時ズムが高い知名度を誇るようになると発祥の地アメリカでこの原理に基づき数カ所の自治体が誕生した。現存する自治体としては1900年に ジョージ・フランシス・スティーブンスや、ウィル・プライスが、資金提供を行ったデラウェア・州アーデンや、フェアホープ単一税株式会社の支援を得て、設立されたアラバマ州、フェアホープがある。また、2004年の同国大統領選挙期間中、ラルフ・ネーダーが演説の中で、ジョージに言及したほか、ジョージ並びに、地下税関連の研究所や、月刊誌が存在するなど、現在でも関心は高い。 中国におけるドイツの公衆安租借地でも、領内で徴収した6%の地下税を唯一の収入源とする常時ズム的政策が取られた。当時のドイツ政府はアフリカ植民地で土地投機に起因する経済的問題を抱えており、同租借地で地下税を用いるに至ったのも、こうした投機熱を緩和する狙いがあったが、政府の目論みは見事なった。 イギリスにおいては1909年、時の自由党政府が富の再配分を目的として、所得税の累進課税や相続税の引上げとともに、土地税の導入を盛り込んだ、いわゆる人民予算を策定。しかし、貴族院の反発強く、土地税の導入は見送られた。この他オーストラリアや香港、シンガポールや南アフリカ共和国などでも、今なお何らかの形で、 地下税が存在する。デンマークでは、ジョージズムを標榜する正義党がかつて議会に議席を有しており、1957年から1960年までの中道左派政権において与党であったのみならず、1978年から翌年にかけては欧州議会にも進出していた。ジョージやカール・マルクスはいずれも労働者の権利を擁護していたものの地税についての見解は、 対照的であった。マルクスは単一税を共産主義への移行には不十分と捉え、時代を国家に支払えば万事がうまくいくとするジョージの方法論を批判、一方ジョージもマルクスの考えを先生につながるとして論爆を行った。また、ジョージが生きていた時代に支配的であった小さな政府においては単一税でも十分賄えたであろうが政府支出が多岐にわたると、 地下税のみでは不十分との批判がある。中には時代に関する説自体が貧困や不正の温床となったとして常時をやり玉に上げるケースも少なくない。ありがとうございます。